まずその先陣を切るのが丸本佐々木スイートリッドリサイタルということで、よろしくお願いいたします。まあ、今まで、全部で今回で3回目になります。カニコミュニーさんに行っているに、あと工事のね、工事のロンドンボードにされてるで、あと藤原工事、あと鈴木アスカさん、アスカさんにバイオリンをされてる、またね、
なんで僕撮ってるのに。僕動画撮りました。いいいい撮ってる。じゃあ私も無事金子さんを招くことができて、明日からもワクワクが止まりません。素晴らしい。皆さん本当にもう金子さんを全力でサポートしていきますので、皆さんも頑張って過ごしましょう。はい、ありがとうございます。その間のつなぎのトークとしてお届けしたいのがですね、今回お気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですが、昨年一昨年と違うピアノを今回使用しております。この知能市民館さんにはですね、ベーゼンドルファーと昨年まで使っていたピアノ、今もあるんですよちょっと、このかわいいというお子さんの楽器が2台でございまして、今回はですねプログラムの特色ラフマニノフやガーシュウィンの時にはちょっとお上品すぎるベーゼンドルファーではなく、今回この力強い古き良き時代の可愛いピアノを選んでみましたけれども、だいぶ頑張ってくれたと思います。僕よりも年が上なんですよ、この楽器先輩に当たるんですけれども、ぜひこういう素敵なピアノありますので、皆さんもこれだけピアノ弾かれた方が多くいらっしゃれば、市の市民館でもぜひ機会があったらピアノを弾きいただきたいなというふうに思います。というところで、だんだんたくさんの携帯電話と連絡が上がってきましたので、その方に入りたいと思います。これ演奏し終わるときがちょっと寂しいんですよね。皆さん携帯持ってらっしゃるから、どなたも拍手をされないとか、その時間があるんですけど、でもどうぞぜひせっかくの機会ですので、録画の写真撮ってください。アンコールの作品は、シューマン作曲、リスト編曲による決定です。どうぞ聴いてください。
ありがとうございました。撮影会では今以上とさせていただければというふうに思います。ただいまから開場いたします。どうぞこちらからお入りくださいませ。じゃあそろそろ電車の時間なんでお開きで。ありがとうございました。締めどっち？じゃあ、ほら取ってあげるから、じゃあやってください。皆さんお手を拝借で、はい、今年の成功と来年のまたミュージシャンをお迎えできることを祈って、長寿に一本パチンでお願いします。はい、よー